両チームの選手が後半に向けてピッチに出てきています。後半は右のエンドにホームの東京ヴェルディブラックのユニフォーム、82センチの近藤もいます。ニアサイドレアンドロ、ヴェルディのコーナーキックです。いや狙いましたかね、まあ、レアンドロ選手が少しコースを変えたところにファーで合わせようという狙いでしたかね。ニアサイドのボール合わせた近藤が最後触ったでしょうか。ヴェルディかなりニアに人数かけてますね。もう一度ヴェルディ、山本レフティ、井上が絡んで山本右足リフレクションありました。奈良輪が上がってきて今佐藤が中近いところ佐藤落としてシュートだ、梶川のシュート、とチャンスになる鹿児島、シュートだー決まった、先制鹿児島。久しぶりに右サイドバックの藤沢が上がってきました。スルーしてハン・ヨンテ、左サイドスペースがある、シュートだー2点目鹿児島。レフティのプレイヤー、あーここはしっかり茅沼も守備に戻って抜けていって追い返す、レアンドロ、ヴェルディ1点を返しました。ようやくゴールが生まれました。ヴェルディにとっては3試合ぶりのゴール。いやここ川野選手いいとこ取りましたよね。やっぱりここまで深い位置取れると、まあ、レアンドロ選手もうまいシュートでしたけどね。川野もバイタル間でいいポジションを取っています。左サイド奈良輪がフリー、佐藤雄平狙った決まった、後半から投入された佐藤雄平、今左サイドに、ね、展開するふりしてから持ち出して、まあ、無回転でしたからね、バウンドでかなり速度が上がったんでしょうね。梶川面白い裏を取ってクロスだ、パート、おー3点目ベルディ逆転、シュマルタイムに入って川野の逆転ゴールが生まれました。一気に終盤ヴェルディが怒涛の3ゴール、こぼれてきましたね。小池選手いいゴールでしたしね、ここよく抑えて枠持ってきましたね。原シュート、藤沢には井上がついている、茅沼、茅沼こぼれた、ガスの同点、フラッグは上がっていません。ここで茅沼選手がねよく粘って上げ切りましたよね。最後半4手ですね。これオフサイドはおそらくないですよね。グラウンドの外に1人出ていましたからね。決まれば逆転というシーンでしたが、鹿児島追加タイム目安の4分台に入ってバーッと引っかかって、おっ、あー、倒れた、見て、追加タイム目安4分台に入っていますが、ここで鹿児島 PK のチャンス、5分台に入っています。キーパー上福本外した、鹿児島逆転ならず。
ここで試合終了の笛。ヴェルディが逆転して、鹿児島もアディショナルタイムによく追いついて、最後 PK で逆転のチャンスが生まれた鹿児島でしたが、ハン・ヨンで決められず。